ちゃ東京サバ女子映画がっつり堪能する一日でした。いやー、なんか自分も新しい方の作品に出させていただいてるんですけども、最初の方の作品とかこうやっぱ歴史を感じたりとか、あと監督の撮り方とか、その進化だったりとか、作品ごとの作風も全然違うものがあったりとか、本当作品ごとに違うので、もうドキドキしながらどんな作品かなと思ってすごい楽しむことができました。そして何より共演させていただいた近藤直樹さんのね、やっぱり演技がすごいがっつり光っていて、また僕の時とは違ったすごい作り込んで、しかも臨場感たっぷりに演技されてるっていうね、魅力を見させていただいて、なんか本当にさすがだなっていうふうにも感じました。今後もこの作品東京サバ女子シリーズに、関わっていきたいと思います。皆さんも、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。